映像だったり、まあ、あのデザインとかアートとか、まあ、そこに貼ったりとポスターだったりとか何でもそうなんですけど、作る側の思惑と思いと見る側が感じることっていうその相反する面が必ず最低でも2つは存在します。最低でもっていうのは要は、作り手の思いとあとリズムさんが使うツールパンフレットだったりなんかするとリズムさんがこういう風にしたいなっていう人がまた第三者的にやってでそれをまた届ける届け先によってまたそこの反応があったり、まあ、そのフェーズがいくつかあったりとかして、っていう場合もありますけれども、まあ、基本的にそのテレビの画面だったりパソコンの画面を通して、映像作品を見た時には、まあ、作り手と見る側とっていうような考え方が、2つ両方とも考えていかないといけないという部分が重要になっています、まあ、言ってみれば、まあ、それぞれの立場で考えるということですね、まあ、映像を撮る人見る人それから、まあ、インタビュー映像なんかの場合は、その映像の中に映る人が存在します。それぞれの立場で考えましょうというような、お話を今日はしたいと思います。参考になりそうなものを持ってきました。3本あるんですけれどもそのうち2本をまず見てもらいます。無縁の、それとも無縁のこう愛情っていうのを
なんかこう表現してるというか、うん、タイの映画なのでやっぱりこうまあ、みんな家族というか結構こう宗教的にもどんな命にもこう親切に優しく愛を注ぎましょうみたいなメッセージが全体的に垣間見えます、うん、もう狙いを実現させるためにどんな工夫がされているかなと思います、まあ、だから映像を見て最初こう小さなことから始めて、そのだんだんこうそれがこう実っていく過程をこうカットをこうしていきながら、最終的にはこう何て言うんですかね、自分の求めていることが実っていくっていうような感じをこう視聴者に見せてくれるような感じがします。幸せとは何かという問いを映像で表現するためにどんな工夫をしているなと感じましたか。じゃあ、はい、そうですね、視点がちょっと違うかもしれないんですけど、はいはい、作品の狙いでちょっと感じたのは、貧しくても、その幸せになる可能性というか種というかはいっぱいあるんだよっていうこともちょっと伝えたかなと思いました。タイの平均所得というのを調べてきたんですけど、年間138万円から140万円ぐらいだそうなので、まあ、水準からするとまだまだ貧しい人がたくさんいるというのは実際のことですね、やっぱりこうストーリー性があったりドラマチックに仕立て上げられていると、やっぱりこう感情移入をしたり、自分がその演者さん、実際テレビの画面に映ってる人の立場になって映像を見るようなことができますね。まあ、ドラマとかでもそうだと思うんですけど、チアダンが好きっていう子がいっぱいいましたけど、やっぱりなんかこう見てて元気になるとか頑張ろうと思うっていうのは、出ている演者さんの立場になって、こんな苦難を乗り越えても頑張れば報われるんだみたいな、こうやっぱ思いに感情移入することがやっぱり大事かなという。はどうでしょう。作品の狙いは皆さんおっしゃっていたので、うん、私も大賛成だなと思っている、はい、そう思う部分で、技術的なところだったと思うんですけれども、はい、見せたいところで一回メロディーが止まってたり、曲が止まったりとか、っていう工夫があったりとか、あとはやっぱりそのさっきも話であった通り、報われていなかったことが結局実っていくっていうところの表現で、前半の映像結構暗めだったんですけれども、後半の映像でだいぶ明るめな表現になって、光が多い映像ばかりになったところだとか、あと同様に枯れていた木が芽吹いているっていうような表現が工夫してあったのかなと思います。結構後半に行くに従って、こう最初はなんか汚いような水がジャバジャバ垂れてたのが、後半に行くとちょっとこう綺麗だ、キラキラした日の光が入った綺麗なお水っぽく表現されてたりとか、お花もまあちょっと実際枝ぶり変わってんじゃないかなみたいな感じがありますけど、白い綺麗な花が咲いたりとかありました、ね。まあ、この辺がいわゆるまあ演出って言われるようなで、そのストーリー性をさらにこう誇張させるためにどういう編集をしたらいいかっていう部分ですね、まあ、こういう作品の狙いと、まあ、こういう作品の狙いを実現させるために編集者、撮影する人がこういうストーリーで映像を作ろうとか、こういう演出を加えてよりドラマチックにしようみたいな、まあ、常にそういうことを考えながら映像を作っていくわけですね。でそれを通して、言ってみれば視聴者の視点から考えてみましょう、まあ、これ一般的に僕らがテレビを見ててどう思うとかどう感じるっていう部分なんですけど、映像を見終わった時にどんな気持ちになるだろうとか、この映像を通してどんな変化効果があるだろうっていうのが、この狙いに紐づいているということが大事なわけですね。
ちょっと日本語の字幕がないのと、まあ、英語で入ってたんですけど、まあ、読みながら言うと解釈というか分かんないところだと思うんですけど、次僕ちょっと喋りながら、ね、貧しい村落の食堂をやってるんですね、このお父さんが。でさっきの人と同じように困ってる人とか貧しい人を見ると助けてあげたくなっちゃう。この日も薬を多分盗んだんでしょうね、この子供が。それを代わりに払って食堂で売っている材料に薬とお金をちょっと入れて渡したりですね。ここから30年、父さんもだいぶおじいさんになって、でも昔と変わらず貧しい人を見るとお店の食べ物を恵みに変えて、そんな時にこう倒れちゃう。病院に入院するわけなんですけど、まあ、さっき言ったみたいにタイの平均所得っていうのはまだまだ高くないので、79万バーツ、日本円で267万円の見積もりですかね、請求が来ちゃって、まあ、どうしようかなって娘さんが悩んで、お医者さんからもいろいろお話を聞くと、お店を売りに出したりなんかしてるわけですね。そんな時こう病室で目を覚ました娘さんが一つの手紙を見つけて、この中身を見ると明細が全部0円0バーツになっているんですね。全ての料金は30年前に支払い済み、まあ、このことを覚えてたかどうか分かんないですけど、まあ、パッとこうフラッシュバックしてくる。で、まあ、このお医者さんが30年前に食べ物を恵んだ子供だと。きっといろんな努力とか勉強をして先生になったんです。まあ、この子のお母さんも病気だったんですけど、まあ、そういうこともあってお医者さんになって。で、お年寄りだったり、まあ、貧しい町に行って診療したりみたいな写真が最後にしたって。っていうのは何だろう、まあ、商売をして、お金をもらって家族みんなで元気に暮らすっていうのも、まあ、もちろん幸せですし、まあ、もしかしたらこのお父さんの娘さんとかはお店もそんなに儲かってないのに貧しい人ばっかりで恵んで家計が大変っていうことを不満に思ってるかもしれないですけど、まあ、30年ぐらいして、父親がこういう人間であったがために命を救ってもらえたっていうことで、まあ、最終的には実っているみたいなところにつながっている、まあ、ストーリー性があったりドラマチックに仕立て上げられたりとか、まあ、そういう要素は先ほどの映像と同じようなところがあると思います。まあ、制作側の見た目で映像を見ていくと、まあ、いろいろとこう単純にこうドラマであったりバラエティであったりっていう、こう番組を見ている中でもいろんな多分気づきだったりとか、あ、なんかもうすごい怖いって感じたけど今はこの音のせいなのかなとか、今画面が一瞬ちょっと暗くなったからかなとか、いろんなこう気づきがきっとあると思います。例えばカメラマンだって、まあ、さっきの薬を盗んでしまった子どものシーンなんかだと大人の目線じゃなくて子供の目線にカメラのアングルを下げたり、子供から大人を見ると常にこう見上げてるような目線になるんですけど、まあ、そういう時ってやっぱり怒ってる人の顔がもっと怖く見えるんですよね。インタビューとかもそうなんですけど、真正面から見るのと上から見るのと下から見るので結構顔の印象って違うんですね。子供が怒られてる人の表情をすごい怖く感じてるっていうのを表現するために
カメラを上から下から上にこう振り上げて煽りで見てみたり煽りで撮ってみたり、そういうカメラワークの工夫なんかもいろいろあったりします。全部で20回あるんですけど、最終的に、商店街以外にも、いろんなところにこうインタビューに行って映像を撮って編集をして YouTube にアップするっていうところまでを目標にやっていきたいというふうに思っています。で、まあ、これは今見ていただいた映像っていうのはドラマ仕立てなので、まあ、なかなかこう日常にはそういうあのシーンがなかったりもするんですけど、まあ、例えばあるお店を紹介するときにもさっき見たように、狙いがあって、でその狙いを実現するために工夫するポイントがあって、でこの2つをしっかりとこう計画をして映像を撮る、狙い通り見た人がそういうふうに印象として、感じてもらえるかどうかっていう成果があるということになります。社員に行ったことはできていますか？サンシャイン、さすがサンシャインこれでサンシャインもサンシャインどこ行ってました？水族館。あ、そうです、そうです、水族館に行った。水族館で前を通りました。通サンシャインの施設紹介日、
なんかすぐにいろんな映像の切り方って、一番視点の様子が一気に伝わって他には前回いらっしゃる感じたことは、盛りだくさんだね。狙いは、決められた時間の中で、どれだけそのアピールポイントを詰め込むかっていう印象がすごいありました。画面に出ていた部分以外のところも何かあるのかなっていう気持ちになって、他にもちょっと何か探して行ってみたいなっていう。なるほど。だから出てサンシャインまでもずっと歩いてる。で、なんか本当にこっちの方向でいいのかなっていうぐらい歩いて10分弱ぐらいかかるんですね。ちょっと離れてるんですけど、まあ、そういう立地であったりとか、さっき言ったみたいにたくさんの人がどんどんこう吸い込まれていく様子、まあ、人気の施設なんだよっていうのを、まあ、こう序盤に演出として見せる。それから働く人の表情だったり笑顔だったりっていうのはたくさんこうパッ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 とこうシーンが切り替わりながらたくさん出ることで、楽しそうに仕事してる人がたくさんいて、みんな笑顔でお客さんに接客をしていて、まあ、買い物をするにも食事をするのも楽しくできるんじゃないかっていうその期待値があると。それから何かから出た、層、一番最初から言うと服装の層、食べる、楽しむ、眺める、それから贅沢の贅、5つのテーマごとにシーンを構成っていうのは、要はニーズがたくさんあるっていうことなんですね。多目的ショッピングモードなので、様々なニーズ、まあ、例えば水族館に行きたいっていう人もいれば、夜夜景を見てバーに行きたいっていう人もいれば、綺麗なお姉さん と、服を一緒に選びたいっていう人もいれば、とにかく美味しいものを食べたいっていう人もいる。いろんなニーズを持った人がその施設に行った時にみんな満足できるようなイメージ、もっと言うと今この映像の中で見たお店とか、いろいろな東京の綺麗なもの以外にももっと楽しい発見があるかもしれないっていう期待値をこう映像の中から演出をする。で、目的はやっぱり行ってみたいって思うっていう気持ちにさせる、これに尽きると思うんですね。行ってしまえばその施設に行った人があの映像を見てもあんまりピンとこない、行ったことがない人があの映像を見ることによってどんどん期待値を高めて、東京に今度用事で行くんだけど、どうせ行くんだったらあのサンシャインっていうところに行ってみたいなって思う。そういうふうにきっかけとして見てもらえるような映像になるのが多分この動画の一番のきっかけなんじゃないかなと思いますね。というように、まあ、施設紹介だったり何かを取材して、映像を撮って編集をするときには、見る人にどういうふうに感じてもらいたいかっていうことをしっかりと決めて、でその感覚になってもらうために作品の狙いをしっかりと立てて、でその狙いを実行するために工夫するっていう、その3つのプロセスが絶対必要になってきますね、というお話でした。前半はですね、いろんな映像を見てどんなことを思いながら作ってるのかなとか、それを見た人はどんな気持ちになるんだろうな、それを達成するためにどういう工夫をしてるんだろうなっていうことを、皆さんで考えてもらいました。後半はですね、じゃあ実際リズムについて考えてみましょう。リズムさんのホームページを見たことがある人いますので、皆さん見たことありますか？ページには、リズムは就職を希望する皆さんの応援アスペーションです。ゆっくり着実なステップを一緒に。っていうメッセージが書かれています。それを、例えば、リズムさんの紹介動画を作るときに、テーマに添えたとして、ど
どんな表現をしていったらこういうことを伝えられる映像になるかということをちょっと後半は考えるみたいな。それを達成するためにまず3つほど質問をさせてください。皆さんにとってリズムっていうのはどんな場所でしょうか。同じ目標を持った仲間がいて、互いにこう影響し合って目標に向かっていくような場所だと思います。はい、リズムは自分の言いたいことや考えていることを自由に表現してもいいと、それを、周りの人も否定しない自分に言っていいことを考えていることを自由に表現できる場所です。相談とか解決できる場所、相談ができる場所。皆さんこのリズムについてどんな場所だよねって聞かれると思っていることは皆さん違うんですけど、リズムさんがこういう施設でありたいっていう部分には非常に沿っていてとてもいいことだなと思います。じゃあこのリズムってどんな場所っていうところにもつながるんですけど、リズムの良さって何だろうっていうところを考えてみたい。まあ、このリズムってどんな場所の中にもリズムのいいところが入っていると思うんですけど、同じ目標を持つ仲間がいるっていうことがいいこと、自分の言いたいことを考えていることを自由に表現できる場所っていうことがまあいいことだと思うんですけど、それ以外にももしリズムっていいよねと思うところがあれば教えてください。もし自分が考えていることのイメージがあまりこう膨らまなかったら、前半の授業みたいにリズムの良さを感じてもらいたいっていう時に、リズムの良さってこうなんだよってこう表現する、客観的にちょっと考えてもらうといいかもしれないですね。いいの思いつきました。いろいろな年代の人が、あ、いいですね。自分の好きなこととかが話ができる、何でしたっけ、自分の好きなこととか、お兄さんとかの何かの大会の時に何かが大体年齢層でいうとどのぐらいなんでしょう。20代、30代がメインですね。さくらさんとかは、じゃあ上の方、一番上。結構皆さん見てても年齢層が分かんない。あとは、はい、例えば自分のこう、ウィークポイント、弱い部分っていうのが、あって、それをこう、リズムが入ることで、仲間とやっていくうちに、自分のウィークポイントが、だんだんこう改善されて、まあ、ちょっとストロングポイントになったりとか、そこまでいかなくても、最初はなかったものは、だんだんとできるようになって、例えば、人と話すことが苦手な人が、リズムに入ったことで、少しずつ、みんなコミュニケーションを取れるようになったか、例えば今やっている政策とかそういうものが苦手な人が、そういう講座をすることによって、そういう、知識を得て、少しずつできるようになった。
けど、うん、あのリズム通信っていうと人文とかを作ったりとか、うん、YouTube チャンネルを作ったりとか、うん、まあ、アナログのボランティアもそうなんですけど、外部にこう割と働きかけてるなっていうのは、うん、世間というか、うん、自分というか、他にやってますよね。そうですね、うん、他にも、うん、大切なことです。ノルウェーとかはね、あのオーラーナイト、白夜っていうのは一日中太陽が沈まない。その反面、こう反対側に傾くと、あのもう一回行ったんだけど、日が昇りかけてそのまま沈んでいっちゃう。で3時ぐらいになるともうみんな、あのお店とかも閉まってお家に帰るんだけど、もう暗いシーズンっていうのは自殺者がすごい多くなっちゃう。太陽の光っていうのは非常に大事。なんかね、蛍光灯、室内だと明るいんですよ。でも外が暗くて、体をその外に向かわせなくても、なんかこう気持ち的にちょっと落ち込んじゃうっていうのは、なんかこうちょっと不思議な。またこうです。せっかくだ。スタッフ目線になってしまうんですけども、うん、まあ、すぐに相談ができて、うん、あとは一緒に考えている人がいっぱいいる。スタッフの中に。あ、いやいや、スタッフも含めてっていうことになってしまうんですけども、うん、皆さんがすぐに相談とか悩みとか質問があればすぐに聞ける環境で、さらに一緒に悩んで一緒に考えることが、それはスタッフじゃなくて、ユーザーさん同士でももちろんそうなんですけど、うんうん、企業でも就職できるように、進化的に移動できるように。
私は自分の思っていることを、はっきりと口に出して相手にしっかり伝えるというのです。今まではこう思っていることをずっとこう抱え込んでしまったり、そうですね、ということですね。頭の中で、これは嫌だとか、こうした方がいいんじゃないかっていうのを頭では思っていても、なかなかこう恥ずかしくて口に出せないっていう自分の身でいるので、そういう殻を破って口に出してはっきりと相手に自分が思っていることを伝えられるようになります。いくつかあってちょっとわがままなんですけれども、仕事と趣味を両立させて、必要であればリーダーシップを取れて、自分を客観視できる人になりたいです。さあ、趣味何でしたっけ？ん？趣味音楽？趣味バンドとかあるんですけど、はい。仕事とバンドを両立させる。はい。リーダーシップをバンマスになる。そうですね、結構年上の方とバンドを組むことが多くて、どうしてもこの甘えてしまう部分が多くて、自分からこう、リーダーシップを取るっていうのがあんまりやったことがなくて、そのフレーズじゃダメじゃないかダメ出しはよくされたんですけど、逆にここはこうしたらっていう指示をいただいたりはしたんですけど、自分からそのリーダーシップを取るってことができてなかったので、練習してます。自分を客観視できるようになりたいというのはどういうことですか？なんていうぐらいですか、結構視点がこう自分寄りのその視点になってしまうことが多くて、周りから見たらとかどう思うんだろうっていうことを想像するのはすごく苦手なんですよね。周りから自分がどう見えているか、そうですね、考えられるようになりたい、はい、ですか。じゃあ、あとはじゃないや、今こう皆さんから聞いて、やっぱりこう自分の中で弱みというか、後ろ向きな自分だったり、緊張して話せないという自分がいたり、思っていることを口に出して言えない自分がいたりということを、リズムさんの生活を通して、鍛えていくというか、直していきたいという思いがある。で、多分リズムさんに来るような人っていうのは、少なからずやっぱり同じ、皆さんと同じような思いを持っていたり、ここに来ればなんとかなるんじゃないかって、こういう糸口を探すために来ると思うんですね。で、ちょっと冒頭にお話ししましたけれども、この全20回の講座では、最終的には、リズムさんから外に出て、お店に実際に取材に行ったり、映像を撮ったり、その撮影した映像を編集したりしていきます。で、その練習というわけではないんですけれども、まずリズムさんの施設紹介を作ってみようというふうに思っています。施設紹介、プロモーションビデオというか、平たく言うと施設紹介ということでいいのかなと思うんですけど、施設紹介といってもいろいろな手法がたくさんある中で、さっき見てもらったサンシャインのああいうキラキラした様子のもあれば、バラエティ番組とか朝のニュースとかでやってるようなこう食レポみたいなものがあったり、お店の紹介みたいなものですよね。でも、お店はお腹が減ったら行っておいしいものを食べてごちそうさまって言ってお金払って帰るんですけど、リズムさんにはいろんな目的を持った人がいて、みんなそれぞれに思ういいところがあって、どんな場所って感じるところも人それぞれ、若干違うというところを施設紹介に落とし込むというのはちょっと難しい作業だと思うんですね。で、このリズムチャンネルの中の、リズムの施設紹介を、作っていく上で、どんなムービーにしたら、ここがどんな場所でどんなことをしていて、どんな目標を持って頑張っている人がいるっていうことを映像の中で表現できるかっていうことを皆さんと一緒に考えたいと思っています。で、残り15分ぐらいしかないですけど、
ざっくばらんに、まあ、今まで桐谷さんとかとなんかちょっと iPad を使って動画撮ってみたりとかしてると思うんですけど、まあカメラ持つと楽しくなっちゃっていろいろこう浮かれて撮ってみたりはするんだけど、まあ、まずは、一番今日最初に見た映像のようにですね、こう狙いを持ってどういうふうに感じてもらいたいかっていうことをカメラを持つ前に一緒に考えてみてもらいたいと思います。はい、保坂さん、はい、はい、どんな場所からからいいですか。まあ、どんなことでもいいんですよ。そのリズムの、はい、紹介ビデオを作るときに、はい、なんかこんなビデオだったら、はい、面白い、まあ面白いんじゃないかっていうか、そのリズムの紹介ビデオを見たときに、うん、見た人がどういうふうに感じてもらいたいかっていうところから、なるほど、じゃあこういう手法とかこういうアイデアどうだろうっていうことですかね。はい、そうですね、もちろん就職を目指す場所ではあるんですけれども、うん、その実際その家にいたりとかして悩んでる人が見た時に、うん、あ、一人じゃないんだと感じられるようなものを作ってこう見ていただきたいなと個人的には思います。なるほど。結構やっぱりこう一人で悩んでちょっとこう一歩外に出る場所を生み出すっていうのに勇気が必要という感じですか。はいはい、それを動画を見て、うん、そのきっかけになるようなものになればいいな。動画を見た人がこんな気持ちになってもらいたいな、他にはいますか。どうですか。あ、私ですか。はい、はい、そうそうですね、自分自身でこう感じてほしいとかこう、うん、なりたいっていうところでいくと、やっぱりそれを見たらなんかもしかしたらそこなら前向きな気持ちになれるかなとか、なんか希望があるかなみたいな風に感じてもらえたらいいな。大体こんな感じでしょ。目標はね、あんまりたくさん作りすぎる、まあ、いっぱい作ってもいいんだけど、どんな気持ちになってほしいかっていう、この、まあ、他にも出るかもしれない、この目標、これを目標にして、こう感じてもらうにはどういう映像が作れるといいんじゃないかなっていうふうにイメージに掘り下げたイメージで、例えば悩んでる人が一人じゃないって感じられる、リズムなら前向きになれる、希望があるって感じてもらえる、頑張ってるなって思わせるっていう映像を見た時に、感覚として気持ちになる時になるには、どういう手法の映像にしていったらいいかっていう、ちょっとアイディアをいくつか書き出していきたい。どうぞ。やっぱりさっき の前半で見せていただいた映像の共感してもらえる VTR だといいかなと思います。共感できるっていうのは、まあ、ストーリー性みたいな、自分にもこういう一面があるなとか、自分もこういう、自分もこういう、なるほど、同じ体験や経験をしてるのは自分一人じゃなかったんだなっていうのを知るきっかけ、うん、動画の中に入れたらいいんじゃないか。同じ経験をしたことがあるなっていう映像があって、それを共感して一人じゃないと感じるには、こういう施設に来て仲間と一緒に頑張っている
映像があって、あ、ここに行けばフィルムなら前向きになれるなって思うみたいに、ちょっと要素をつないでいくみたいな感じですね。はい、どうでしょう。ちょっと今考えてるんですけども、はい、やっぱりこう一人じゃないっていうことは、みんなでこう楽しそうにしているところを、こう意図的ではなくて、例えば、スタッフの方が予告なしに、そのみんながこう楽しんでおしゃべりしている風景とかっていうのを撮ってもらって、あえて日常みたいな、こういうところだよっていうことをちょっと入れてもいいんじゃないかなと思うんですけど、皆さんが映るのはどうなんですか。あ、そっか、ダメなのか。なんか別になんか全然いいんじゃないかなと思うんですけど、どうなんでしょう。まあ演者さんを立てるのも全然いいんですよね。あの皆さんのことを演じる人を立てて映像にしてもいいと思いますし、引きこもっている人が社会復帰できるんじゃないかな、リズムがなって思うには、はい、どんな映像にしたらそういう印象が感じられそうでしょうか。目標のようになってしまうかもしれないんですけど、うん、訓練とか就労っていうことが、うん、割とこの厳しいとか、うん、あの辛いっていう意識を前向きに変えられるように、うん、訓練は意外と、なんだろう、まあ、変な話、楽しくやれば身につくんだよっていうことを伝えられたらと思いました。うん、まあ、今急に今日聞いてこれだけ出たのがもうすでにすごいなと思うんですけど、来週のまた火曜日ですよね、の時にこの辺りの目標をもう一回みんなで復習して、この目標に掲げる、見た人にこういう気持ちになってもらいたい、こういうふうに感じてもらいたいっていうところについて、こういう手法を、こういうアイデアを盛り込んだらいいんじゃないかなっていうところをもうちょっと考えて、もうちょっと数をたくさん出して、その中から組み合わせを作ってテストしてみるということをしてみたいと思います。実際に撮ってみてでもいいですし、チームで分かれることはできますかね。まあそのアイデアを、まあ、実際に撮ってみるっていう段階にはまたそのチームに分かれてちょっとやってみましょうか。じゃあちょっとこの辺りは宿題です。どんなアイデアを盛り込んでこういう気持ちになってもらいたいかっていうところも1人3つぐらい考えてみてください。今日はそんなところ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。